どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。式部署ということになるんですけど、式部署、はい、こちら、文官の人事と大学寮をやっているのが、式部署ですね。まあ、人事部ですね。人事部を握って人事部に逆らうつもりどういうことやねっていう感じになるんですけど、まあ、結構力持ってるところですね。はい、式部署ですね。で、文官の人事ということになるんですけど、もう貴族になるっていうのはもう大学に入ってる時点でもう貴族ですから、まあ、そこからも要するに支配してますよということになるわけですね。はい、ということで式部署の、仕事は文官の人事と大学寮を要するにどういうふうにするかということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。